シズです。ルチョです。ルチョシズです。ちら。ルチョシズですって言ってください。じゃあ私こっち。シズです。ルチョです。ルチョシズです。ちら。おお、やばいな。やばいな。シズだよ。こんにちは、シズです。ルチョです。ありがとうございます。今日はコラボになります。ありがとうございます。リベンジャーズのルチョさんです。どうも。リベンジャーズルチョです。リールズリーグでご一緒させていただいて、そうですね。今日はコラボと念願のコラボということで、はい、ありがとうございます。カメラマンはエンジャーズの龍之介です。ギメンです。ギメンです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3番勝負をしたいと思うんですけど。マジっすか。でもちょっとやっぱさっきから舐めてって。はいはいはい。なんかしずちゃん大丈夫？いや大丈夫。ですか、ね、本当に。いや本当、まあ、でもあれっすよね、実際届いてなかったっすもんね。あ、うんうん、そうそう。じゃあ初めてだ ね、まあ、全然ハンデありますよ。あのサッカーやってる身であるんで。じゃあ三問勝負、はい、全部左利き縛りにします。ああ、ルチョ君意外と左も蹴れますよ。そうなんですよ。そうなんですか。定評で、まあ、私の左には絶対勝てないから。本当っすか。まあまあまあそこはちょっとやってみましょうか。じゃあはい、三本勝負で。三本勝負、一本目が1対1、はい、シンプルに1対1、はい、左だけですよ。左だけの1対1ね。で私も左だけ、はいはいはい。で2本目が、バーテチャレンジ。バーテチャレンジ、これはでも1回やったら私たちワンテイクバーチャレンジしたんですけど、うん、2人とも1本目で決める。まあそうですね、そこは今のところは、まあ、でもキックは多分無理ですね。いやいやいや、なんか結果みたいなキャラ。いや、いいんじゃん、いいんじゃん。バチバチ行こうか。仲良く。1本目が、はい、イングランド式シュート対決。はい、イングランド式こういうのやってみたかったんですよ、はいはい、なるほどなるほど。それも全部左ということで。そうです。なるほど。もちろんトラップも左ということで。何を言ってんですか。はい、行きましょうか。やっていきたいと思います。シズだよ。先行は私で、後攻で、はい、はい、ルールは私はどこからでも打っていい。はいはいはい。ルチさん、それくらいは俺は抜かないとダメ。え、でもなんかいける気がする。左だけですよね。左だけですよ、左だけですね。え、じゃあもうフラットに行きます。そこは、まあ、リベンジャーズのメッシって呼ばれてるんで。あー、へえ。私も女子サッカー界のメッシなんで。ああ、いいですね、はい、いきなりサイレンになってきました。全然大丈夫。しずチャンネル。シズだよ。ドリブルも左みたいなんで、マジで僕は一応右利きなんですけど、全然やらせてもらいます。右触ってみて、虫かくです。厳しい。よかった。よかった。1対1はドローです。次バーテですね。バーテ、これは勝ったな。あ、はい、バーテ対決なんですけど、はい、勝敗決まるまで、決まるまで、当てるまでってことですね。はい、まあ私は1本で決めちゃうので、まあ、はい、いいんじゃないですか。はい、うん、やりましょうか。いけそば、あのこういう、あの私たちカメラ回ってる。回った瞬間なんか喧嘩あると思って。全然あのカメラ外はあのちゃんとデレデレしてくれるんで大丈夫です。ね、なんか急にバチバチ関係みたいな、はい、まあでもね、勝負事なんで、やっぱりサッカーって、はい、ここはもうバチバチで行かなきゃ。わかりました。怖い、はい、だってルチョ君首かかってます。そうなんです、僕はねまあ、リベンジャーズでも結構負けてるんですよ僕。なので、まあ、リールズリーグの公式マネージャーですけど、しずちゃんはね、うん、まあ、そこはちょっと負けられないというか、うん、もう試合いつも見てますもんね。そうですね、うん、頑張ります。頑張りましょう。はい、しずだよ。じゃあルチョさんからです。こうかな。ラボーナ。僕はあの左利きで、左利きじゃないけど両利きなんで、いきます。うわ、惜しい。うわ、危ない、危ない、危ない。え、これどっかでもいいんですか、この線路って。ああ、どこでも、どこでも、どこでも、はい、全然これもいいですか。うるさい、うるさい、前で見て。うるさい、うるさい。届きます。切り抜いて TikTok に出してください。届かないんじゃないですか。やだ。うえい、うえい。
これぐらいの威力ないとね、ルチョ君ね。はい、オッケーオッケー。よっしゃ。ポストはないです。リベンジャーズメッセージ。あべ、ちょっと笑わんといて。行きます。あー、当たった。でも先行ですもんね。勝つやつだ。しずちゃんが当たったら。より前に後ろっすか。ラインより後ろっすか。ちょっと厳しいっすね。出てないかも。出てるかも。行きます。はい、あざっす。しずだよ。宇宙さんの勝利です。はい、ありがとうございます。この時点で、この時点で負けはないってことですね。はい、次イングランド式シュート対決です。はい、今、この線にします。そこの線から出ちゃいけないと。そう、はい。キーパーはリュウさん。守護神キーパーやんないようにって言ってくれたので、宇宙さんが実はね、カメラがいる。シズだよ。おーい、いきます。はい、うまい。うわ、え、うま、え、うまい。うわ、え、両利き。左利きなんですよ。優しい。まあね、普通のゴールだったね。皆さんいいですか、リュウさん左でやってくれてるんで。うわ。左でやって、左の練習だと思ってもらっていいですか。そう、ここまでいっていいんだもんね。そう、うまい。うわ。どうした、大丈夫ですか。やばい、やばいです。本気出しました、ルチョ君。今左ですか。左です。え、来たよ。うまい。うわー、うわー、うまい、うまい。これで、もうこれは圧勝や。やった、代償がでかい。マジごめん。ちゃんとパッチ当たったね。はい、治療費後で請求しておきます。しずだよ。はい、ということで、はい、悔しくて言葉も出ないんですけど、まあまあそうっすね、僕はやることやったって感じですけどね。はい、左上手すぎません。そうなんですよ、僕はあのリベンジャーズのメッシって呼ばれてるんで。え、これ本当ですか。いや、言われてないです。ルチョ君は本当に両利きみたいに蹴れます。あ、そうなんですよ。最初に蹴れた。だから相手がちょっと見つりましたね、完全に。僕だったら多分負けてました。ということで、左利き3本勝負、はい、内さんの勝利です。ありがとうございます。すごい、悔しい。もっとリベンジしていいですか。ザーぜひぜひ。ザー。ザーぜひ。内さんのチャンネルも下に貼っておきますので、はい、ありがとうございます。ぜひご覧ください。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。